はい、緊急降臨ね、お頭が来たってことで、早速今回ね、シバドラパーティー紹介していこうかなと思います。まあ、シバドラパーティーって言ってもね、今回シバドラ1体しか採用できてないんですけど、パーティー軽く紹介していきたいなと思います。代用とかはね、動画の後ろで紹介してるんで、よかったら最後までお願いします。まずね、リーダージャミラスですね。で、ジャミラス潜在覚醒は適当です。裏につけてある魔導は、卑劣鏡が漏れて、で、さらにスキルターン重いんでね、今回継承してあります。最悪なくても大丈夫です。次、ガマ忍者ね。ガマ忍者は、副属性火にしてありますが、副属性は火じゃなくても大丈夫なので、ここもね、まあ、なんか好きな重いスキル継承してあげてください。ガマ忍者は別にスキルレベル上げる必要はありません。で、次、神結びですね。神結び遅延、まあ、4つか5つぐらいつけてください。で、今回、スサノオノミコと継承してあります。5ターン半減ですね。で、望月千代目、バインド耐性に、上限解放。で、今回、杯の武器を継承してあります。はい。で、シバドラですね。シバドラ上限解放遅延2つに、バインド耐性のあるシウルフの懐中時計つけてあります。最後、フレンドのジャミラス。これもリーダーと同じですね。超覚醒スキブで上限解放を魔導の武器継承してあります。はい、それじゃあね、立ち回り軽く見ていこうかなと思います。まず1回ね、ガマ忍者使って敵の属性を木に変えます。で、神結びの裏に継承してあるスサノオを使ってシバドラでヘイストかけて倒していきます。で、2回シバドラずらしね。で、3回の鬼もジャミラスずらすだけで追い打ちで倒せます。で、デュークですね。デュークは千代目の裏に継承してある、赤いの武器で突破していきます。はい。で、ボスお頭ですね。一回まずシバドラをずらして半分まで削ります。そしたらね、覚醒無効されるんで、カエルと結び打ってジャミラスでワンパンします。